はい、中年オタッキーです。今日からね、新しいコーナー始まります。俺のカメラの時間っていうね、コーナー、タイトルは俺のカメラの時間にしました。視聴者様から、送られてくるね、私はこんなカメラ使ってるよっていう作品、作品にしますんでね、できるだけね、その、機材をね、かっこよく映える写真で、送ってくださいっていうコーナーで、今回1名すでに、エントリーがありまして紹介することができます。それ動画のね、後の方にね、紹介していきます。はい、で今日の動画はね、このカメラで、写真撮ってきました。これハードオフでレンズ付きで1500円だっちゃわ。これはあれだ、骨董品屋さんで1000円で買ってきたやつだ。もうだんだん分からなくなってきた。骨董品屋さんでね、1000円で買ってきた、ペンタックス、SP スポットマチックですね。これね、ジャンク品で、ミラーアップ固着の、カビカビレンズだったんですけど、自分で修理して、コダックのね、トライ X、モノクロのね、定番のフィルムですけど、で、写真撮ってまいりました。カメラプレゼント付き動画になりますので、最後まで見てくださいね。はい、それでは、動画スタートしてまいります。はい、このカメラなんですけども、以前にもね、実は1回紹介してます。ペンタックスのね、名機ということで、これかなりたくさんね、売れたカメラになるんですけども、かなりたくさん売れたんでね、中古にも結構出回ってることは出回ってるんですね。で、私すでにこれ3代目になります。1代目はね、もう前回ずいぶん前の動画で、紹介したカメラになりまして、2代目はね、ハードオフで、さっきちょろっと売りましたけど、ハードオフでね、ジャンクを買ってきたんですけど、3代目はね、いつもの行きつけのね、ご苦労屋だったかな、徳島県のね、鴨島町にあります、鴨島町のね、JR 徳島線の鴨島駅前ロータリーのとこにあるね、骨董品屋さん、なかなかね、カメラたくさん、置いてくれてるんですよ。で、僕が行くようになってからね、さらにたくさん仕入れるようになったんで、結構ね、掘り出し物が、よく入ってくる骨董品屋さんになるんですけども、そこでね、もうシャッターは切れるんだけど、もうすでにシャッター幕の動きが遅かったり、ミラーが固着したまま動かなくなったりとか、結構ね、ひどい状態で、レンズもカビカビだったんですけど、自分で小分解してね、全部は分解してないです。で、ガバナー周りとかね、ミラー駆動系周りに注油しまして、で、レンズはね、分解して清掃してます。よっと。よいしょよいしょ。これね、M42 マウントっていうね、ぐるぐるぐるって回してね、開けるやつなんですけどね。完璧じゃないですけど、完璧ではないんですけどね、これ。わかりますかね？まあまあいけてるでしょ。これね、結構いい感じに綺麗になってます。で、このカメラで、写真撮ってまいりました。写真撮って、コダックのね、トライ X、今回はトライ X 使ったんですけど、見てもらえばわかるんですけども、もうトライ X らしいね、若干ハイコントラスト。全体的にね、絞りはね、8前後まで絞って撮ってます。なぜかって言ったらもうね、これ400の感度なんで、1000分の1までしかシャッターがないですから、自動的に8ぐらいまで絞れちゃうんですね。で、逆光はね、ご覧のようにね、ちょっとフレアっぽくなってしまいますけど、順光ではね、なかなかいい、感じの描写になってると思います。はい、このレンズなんですけども、これね、スーパータクマ、55mm F1.8 というね、これアトムレンズになるんかな？アトムレンズになると思います。アトムレンズってね、放射線が出る、レンズで、古い時代のね、レンズは、結構たくさんあるんですけども、恐れることはいらないです。常時ね、肌身離さず、体にひっつけててもね、年間ね、300、ん
0.3ミリシーベルトとか分かんなくなった。全然ね、健康に影響を及ぼすような放射線ではないです。自然放射線と大差ない放射線ですね。で、酸化トリウムだったかな。レンズをね、貼り合わせる接着剤に酸化トリウムというね、放射性物質を使ってやって、若干放射線が出るということで、一回ね、これね、ガイガーカウンターで測ってみようと思うんですけど、なかなかね、ガイガーカウンターを持ってくるのを忘れまくって、測ってないんですけどね。で、スーパータクマはね、まあ、作例でもちょっとわかりますけどね、背景ボケがね、すごい綺麗なレンズになります。で、レンズキャップがね、ないんですよ。レンズキャップないんで、一応ね、レンズキャップ代わりにこのね、フィルター、まあ、使えるフィルターですけど、ギリギリ使えるフィルターですけど、これをお付けしてカメラプレゼントに、しようと思います。でカメラプレゼントのね、応募要領、はね、今回からね、中年オタッキー2の方に、送ってもらうことになります。DM のお送り先が変わること以外は前回までと、ルールは変わりないです。中年オタッキー2の方に、とりあえずアカウントフォローしないと DM 送れないですよね。まあ DM を送るためにフォローしていただいて、まあフォロー済みの方はもういいんですけど、でカメラプレゼント応募しますということで、送っていただきますと、こちらからね、アンサーバックします。48時間以内に、あなたのエントリーナンバーは何番ですという、アンサーバックしますんで、48時間以内にね、アンサーバックが送られてこない場合は、私が見落としている可能性が非常に高くなりますんで、エントリー番号が送ってこないんですけど、見落としてませんかっていうね、DM を再度送ってもらうことになります。で、このアンサーバックをしない場合ですね、エントリーが受理されてなくても抽選から自動的に漏れるということになりますんで、必ず見落とし、私からのね、エントリーナンバー送ってこない場合は必ずね、アンサーバック、してない、して、来ないですよっていうね、DM を送ってくださいね。そうしないともう自動的に外れになってしまいますんで。で、今日撮影中、これ2月18日なんですけども、公開は多分21日ぐらいになるかな。で、今月の、月末ライブがですね、28になるのかな。だから27日、27日の、深夜0時まで、ちょっと短いですけども、22、23、24、25、26。6日間、6日間受け付けます。お急ぎの、応募をお願いしますね。で、月末ライブでね、抽選をやりますんで、はい、こんな感じでね、カメラプレゼント、これね、動画残っていくんで、令和2年の、2月27日、深夜23時59分59秒まで、カメラプレゼント受付します。このペンタックスの、ね、スポットマチックが当たります。で、カメラの状態なんですけども、一応露出系は動くんですけど、露出系当てにならない、全く当てにならないです。もう露出系はないものと考えてくださいね。露出系がないカメラはね、結構、この時代は結構ありましたけど、これ露出系あるんですけど、もう全然数値的に当てにならないんですよ。多分 CDS が弱ってるんですね。で、ファインダーはまあまあ汚いです。本当はね、分解して送りたいとこ、綺麗にして送りたいとこなんですけど、もう失敗したらね、取り返しがつかないんですよ。結構ね、今回のカメラプレゼント、ジャンクカメラっていうね、ジャンクカメラを修理して、プレゼントにするっていうね、コンセプトにこだわりすぎてね、ジャンクカメラ選びに失敗しまくって、もう結構散財してます。もう1万何千円か使ってますね。で、うん、これだったらね、最初からまともなペンタックス SP 買った方が安かったよっていうことになってるんですけどね。まあ、今回のね、カメラブレンド、こんな感じでね、ちょっと、ペンタックス SP、まあ、分解は簡単なんですけども、古いカメラですから、分解してる途中にね、ネジが折れたりとかすると、もうね、分賃になってしまうんで、今回はこのまま送ります。もしね、メンテナンスして綺麗にしたいっていう方はね、ちょっと当選してからね、ご自分でやっていただくという形にはなりますが、とりあえずね、全速シャッターは切れてます。
ます。で、あの作例、を見て分かる通り、基本的にね正常です。あの強い光の下ではね、あの内面反射がちょっと出てるっぽいですけど、あの順光で撮る分にはね綺麗に撮れてます。はい、あの今回の、カメラプレゼントはこんな感じになります。はい、でカメラ紹介、カメラプレゼントの応募の要領はここまでで、ここからは視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、ここからはね視聴者様の作品紹介になってまいりますね。まず一番にね、落合様の作品で、タイトルはバンコク都心、1枚になりますね。オリンパス EM53、M's イコーデジタル 17mmF1.8、単焦点かな、で ISO5000 で、60分の1の開放で撮ったということですけども、あのデジタル、フォーサス、マイクロフォーサーズですけども、結構ね感度5000で綺麗に撮れておりますね。ノイズもそんなに目立たないと思います。で結構ねバンコクねもう空気が汚れてる、東京のね夜景とよく似た感じになってますね。東京もねあの、汚れた空気にね夜景が反射して結構ね明るくなっちゃってるんですけどもね、こんな感じのよく似た東京の夜景、最近東京行ってないですけど、見かけますね。バンコクも大きな都市になってます。はい、落合さん、ありがとうございます。次が和賀さんの作品、タイトルがねハードメタル、撮影機材ソニー α700、シグマ 50mmF2.8 マクロですね。今回ね俺のカメラの時間をコーナーに、っていうのを作りましたけど、これあのそのコーナーを発案する直前に送られてきた写真なんですけどもね、どちらで紹介しようか非常に迷いましたが、一応ね作品紹介のコーナーに応募されてきたので、こちらに紹介してます。でねニコマートのね、カメラ、これ FTN かな、これは高和製機かな、高和製機の工具かな、のね、その金属マニア、金属ヘチが喜びそうな写真ですね。あの後ろの方にちょっと光が走ってますけど、家の中に入ってきたね光をねうまいこと生かして、撮ったということですね。はい、和賀さんありがとうございます。はい、次がね夢旅人さんの作品で、2枚ね似たような写真になりますけど、1枚目がタイトルはどちらも丘の向こうなんですけどね、1枚目がニコン F50、レンズがニッコール2880 3.3 から 5.6、フィルムがカラープラス200ということで、2枚目がねデジタル、EOS キスデジタル X、レンズがシグマの 18-50mmF3.5 から 5.6 ということで、微妙な色の違い分かっていただけますかね。カラープラスはねコダックの中では写実的なフィルムだとは思うんですけども、まあそんな感じで、EOS キスデジタル X の方が若干色が濃く出てますね。作品の構図とかはね非常にいい感じでね、穏やかな、公園のね雰囲気が出ていると思います。夢旅人さんありがとうございます。はい、次がちょっと待ってね、フリーマンさんか、フリーマンさんの作品、2枚、1枚目はねタイトルフレア、2枚目がね朝の光ということで、撮影機材ミノルタアルファスイート、富士のね記録用100、レンズがミノルタのね 3570F4 投資のね一番最初に出たレンズですね、オートフォーカスとしては。で1枚目のねフレアの方なんですけども、レンズにね太陽光が直接入ってるっぽいんですけども、それをねタイトルにしていただいて、噴水をねキラキラと輝く水面とともに撮られておりますね。はい、2枚目の方は朝の光ということでね、水面のね反射をね綺麗に捉えたね見事な作品だと思います。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がね369モノクローマンさんの作品、今回は組写真、タイトルがね旅立ちですね。カメラはねコンタックス139コーツ、レンズはねプロナの 50mm、
50mm の F1.4 かな、絞りは F5.6 あたりで2枚目は、開放付近ということですけども、これワンちゃんね、が、2枚出てきますけどね、これ誰の旅立ちになるんでしょうね。3枚目がねちょっと寂しい雰囲気ということで、なんか旅立ちという雰囲気は出ておりますね。はい、フィルムはねコダックのトライ X ですけども、トライ X の割には若干難聴かな。あ、まあまあコントラストも出てるっちゃ出てますかね。はい、レンズはね素晴らしいレンズでね、やっぱ解像度が高い写真になっております。はい、369モノクローマンさんありがとうございます。次がね1都市9さんの作品、1枚目がね、タイトルまた明日、2枚目がね白黒の難点ってことで、どちらもカメラはニコン EM、シリーズ E50mmF1.8、ネオファンアクロス2で撮られておりますね。はい、もうこれね、見ればわかるようにね、やはりトライ X よりもねだいぶ難聴に、出てますね。特に2枚目の写真はね、アクロス2のね超微粒子、50mm のねニコンの 50mm の解像度も合わさってシャープな写真になっておりますね。はい、1都市9さんありがとうございます。ちょっと待機者が出てしまい2名ほど待機してますけども、今日のね作例紹介は、ここまでということになります。次はいよいよ新コーナー、俺のカメラの時間です。はい、新コーナーいよいよ始まりました。俺のカメラ、のコーナー、早速ね投稿をいただいております。それもねなかなかね映える、写真を送っていただきましたね。ありがとうございます。井上ひじりさんからの投稿です。これね早速写真紹介しますけど、モノクロでねペンタックスの ME スーパーのブラックボディね、50mmF1.7 がついているということで、これをね3枚送っていただきましたけど、なかなかですねこれね、ブラックボディをねモノクロで撮ってね黒のねなんていうんですか造形美、をね見事にね表現してある写真だと思います。でねタイトル画面なんですけども、この写真をねタイトル画面にしようと思ったんですけどね、これスクエア写真なんですよね。ほんでちょっと、16対9に直したらねちょっとおかしな感じになるんで、とりあえず、当面のタイトル画面は、私が撮った写真、これ和孝さんからね提供いただいた、オリンパスのオートアイなんですけどね、今ちょっとテスト撮影、ここにありますけど、テスト撮影しているカメラですけどね、これをタイトルちょっと画面に、透明させていただきます。で、作品紹介のコーナー、もうこの俺のカメラのコーナーもねどんどんね作品を募集しております。作品紹介のコーナーは、バラ写真は2枚まで、なんだっけ、組写真は3枚まで、で組写真はねストーリー性のあるね組写真になっていれば、嬉しいです。で撮影データですね、使用しているカメラレンズ、フィルムカメラであればフィルム、デジタルカメラであればロー現像か、JPEG 撮って出しか、JPEG 撮って出しだったら撮影モード、等々ね撮影データを送ってください。で、俺のカメラのコーナーはね、撮影データは特に必要ないです。で、一応ね、5枚まで、5枚組になるとね、1枚あたりの、紹介時間が3秒とかにはなってくると思うんですけど、一応5枚まで、OK ということで、ぜひぜひね、自慢のカメラのね、写真を何度でもね、撮り直してね、スマホでも何でもいいんで撮り直して、かっこよくね、映える写真でね、送っていただければと思います。はい、今日のね動画はこんな感じなんですけども、
カメラプレゼントの方ね、どひどしご応募くださいね。いつもね、応募がね、大して少ないんで、まあ、100名を超えるようだと、応募を打ち切れさせていただきますけども、まあ、100名超えることは、ね、大体ね、20人とか25人とか、そのぐらいしか、応募してこないんですね。で、このカメラになりますけど、先ほども言ったように、露出系は、まあ、当てにできないカメラになりますので、スマートフォンとかでね、露出系アプリありますんでね、そういうのを使うとか、山間で撮るとかね、山間で撮るってね、400のカラーネガを使ったらね、だいたいね、日が昇ってから日没まではね、125分の1 F8 でね、固定して撮っても全然普通に映ります。だいたいね、カラーネガ3段4段のオーバーは平気なんでね、そういう感じでね、簡単に撮ることもできますし、テクニックがつけばね、上手に、設定してね、撮るっていうのもありますけども、こんな感じでね、で、撮影、カメラプレゼント の、 応募要項なんですけど、ちょっとさっきも触れましたけど、チャンネル登録、私のチャンネル登録ね、していただかないと参加資格はありません。応募要項はね、中年オタッキー2のね、アカウントの方に詳しく書いておくようにしときますんで、ご応募くださいませ。今日の動画はね、こんな感じになっていきます。チャンネル登録まだの方はね、この辺にね、そのうちね、チャンネル登録ボタン、カメラの前マーク出てきますんで、それを押してね、チャンネル登録に進んでくれたら嬉しいです。で、リンクとかも出てきますけど、お暇な方はね、お付き合いください。ほんで、いいねボタン、なんかね、いいねボタンをたくさん押すとね、成績上がっていくみたいなんでね、ぜひぜひいいねボタンをお願いします。あとね、タイトル画面、途中のタイトル画面にね、また、コマーシャルがちょっと増えましたけど、実はね、今ね、リバーサルをね、4本同時展開してまして、で、現像台がないんですよ。取り上がったらどうしようって思って。そんなわけでね、ちょっとね、コマーシャルを増やしてね、ちょっと現像台を確保させていただくのが、ちょっともうね、お金がなくてね、もうちょっとやばいんですけども、今そんな感じになって、冬舞台もね、上がっちゃったしな、現像台も上がったし、ちょっと苦しいところではあるんですけどね、なかなかね、その、リバーサルのね、写真撮り進んでないですけど、冬の間はね、ちょっと色がない時期になりますからね、去年の秋ね、紅葉を撮り損ねて、そのままカメラに入ってるやつをね、この春に一気に撮って、動画にしようと思ってますけどね、またその辺はちょっと工具が来たということで、ちょっと とりあえず現像台を、確保しなければという形で、なっております。はい、じゃあ今日の動画はね、ここまで、カメラプレゼントどんどんね、応募ください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。